はい、どうも、おもちゃねるんです。今回はこちらです。ネットショップでコンプリートで今回は購入しました。何かというと、よいしょ、おー、なかなかいっぱいしっかりした梱包で入ってます。何を買ったかというと、カプセルプラレールの遊びに行こうリゾート特急編全16種セットです。発売予定はね、4月だったんですけども、少し5月にずれ込みましたね。価格は4500円で送料が600円です。なので5100円。まあポイントとかの割引もあったんですけども、4690円です。まあまあ結構しますけども、いっぱい回すよりは簡単に揃うかなと。で、カプセルの方がこんな感じで梱包されておりました。なかなかきっちり並んでて、受け取る方は結構気持ちいいですね。さあ、では今回はどんな感じのラインナップになってるのか、早速ね、開けてみていきたいと思います。とりあえずすぐ出して並べてみましょう。おーはは、うはい、種類別に並べてみました。ということで今回はこちらですね。カプセルプラレール遊びに行こうリゾート特急編全16種です。ラインナップはこんな感じ。今回新しく登場の JR 九州特急アソボーイ、それと近鉄観光特急島風で、久しぶりに登場です JR 九州湯布院の森、そして287系特急電車、それぞれが3両編成ずつの12種と、あと残りの4種はストラクチャーで、ストラクチャーも結構いい内容です。風車と鉄橋、マガレールに山レールです。さあ、それでは早速見ていきましょう。まずはアソボーイの先頭車から行ってみます。嘘、どういうこと？ちょっとタイムです。こんなこと僕初めてです。ネジが止まっておりませんでした。ちょっとね、他のカプセルプラレールのネジを拝借いたしまして、とりあえず組み付けておきます。いや、こんなことあるんですね。ちょっと本当にびっくりしました。はい、それでは気を取り直しまして、アソボーイの先頭車から見てまいります。ぐるりとこんな感じですね。非常にかっこいい、いい感じになってますね。カプセルプラレールでは珍しいです。この窓の部分にクリアパーツが使用されていて、側面のデザインもね、なかなかいい感じで再現されてると思います。これはなかなかいい車両がデビューしました。ただびっくりしたのが、カプセルを開けた瞬間ここのネジが止まっていなかったんで、まさかと思いましたけども、まあたまたまだと思います。で、先頭車なのでゼンマイ車になってます。続いて2つ目は中間車です。中間車には直線レールが付属しています。で、車両の方はくるりとこんな感じ。これもなかなか素晴らしい出来になってると思います。いや、今回のアソボーイかなり力入ってますね。側面のデザインがかなり再現性素晴らしいです。反対側もこんな感じで見てて楽しいですね。そして3つ目はアソボーイの後尾車。後尾車には曲線レールが付属しています。で、車両の方はくるりとこんな感じ。基本的なデザインは先ほどの先頭車と同じような感じですね。こちらはちゃんとネジは止まってました。先頭車と似てると言いましたが、並べてみると結構細かい違いがありますね。まず車両のナンバーが、こちら先頭車は1番だったんですが、後尾車は4番。あとね、窓の形状も違ってたりするんで、意外とね、きっちりと作り分けられている感じはしますね。それでは3両連結させてみましょう。はい、こんな感じになりました。先頭車が1号車、中間車が3号車、後尾車が4号車です。これはね、せっかくなんで2号車欲しいですね。いや、でも連結させるとなかなかかっこいい感じにやっぱりなりますね。さあ、続いてはこちら。近鉄の観光特急しまかぜです。まずは先頭車から。はい、まずくるりとこんな感じですね。これもパッと見た感じはなかなかしっかりとできてますね。特徴のあるフロントのガラス周りだったりとか、あと横から見てもデザインがなかなかいい感じでできてると思います。続いて2つ目は中間車ですね。
中間車には直線レールとシールが付属しているので、まずはシールを貼っていきましょう。シールは2枚で両サイドに1枚ずつですね。はい、これで OK。 はい、完成しました。くるっとこんな感じです。中間車もなかなかいい再現性になってるんではないでしょうか。続いて3つ目は後備車ですね。後備車には曲線レールが付属しています。では車両のほくるりとこんな感じ。基本的なデザインは先頭車とほぼほぼ同じだと思います。少し違うのはこの下の部分のライトの色の違いですね。さあ、では3両連結させてみましょう。はい、できました。なかなか島風もいい感じで再現されてると思います。うん、これなかなか本当にいいと思います。たまにね、島風実際の車両を見るんですが、なかなか雰囲気が実際のものに近い感じですね。さあ、続いてはこちら、 JR 九州湯布院の森先頭車を見ていきます。はい、ではくるっと見てみましょう。こんな感じです。湯布院の森なかなかしっかりとできているんですけども、以前にも登場はしてるんですが、なんか今回の方がちょっとしっかりした出来になったような気もします。まあ、僕の気のせいですかね。なんか今回のなかなか作りがいい感じになってますね。続いては2つ目、中間車です。中間車には直線レールが付属しています。では車両の方くるりとこんな感じですね。中間車もなかなか素晴らしい感じの作りになってますね。なかなか本当にカラーとかの再現もいい感じになってますね。そして3つ目、後備車ですね。後備車には曲線レールが付属しています。そして車両の方もくるりとこんな感じで、先頭車とほぼ同じようなデザインになってますね。先頭車との違いはヘッドライトの色ぐらいですかね。それでは湯布院の森も3両連結させてみましょう。はい、こんな感じになりましたね。3両ともね、屋根の部分が丸いので、なかなか見てて美しいラインですね。これは連結しがいがあります。本当に素晴らしい再現性です。では続いてはこちらですね、287系特急電車。まずは先頭車から。はい、では車両の方くるりとこんな感じです。こちらもね、なかなかデザインはいい感じに再現されてると思います。横の部分のデザインもいい感じで、この部分にね、ちゃんと JR ウエストジャパン西日本ですね、文字が入っていたり、あとフロントのこの部分に連結器があるのもいいですね。少し欲を言うならば、ちょっとね、ここの部分の角度をもう少しね、丸くしてほしかったかなって思います。続いて2つ目は中間車です。中間車には直線レールが付属しています。で、車体の方くるりとこんな感じになってますね。今回登場した車両の中では比較的おとなしめの車両ですね。では3つ目、後備車も行ってみましょう。後備車には曲線レールが付属しています。で、車両の方はこんな感じになってますね。パッと見た感じは先頭車と同じような感じなんですけども、比べてみると窓や入り口の配列が違っていたり、そしてライトの色も違いますね。で、さらにこの後備車には面白いギミックがありまして、実はこの部分に連結パーツが隠れていて、この部分を引っ張り出すことでこんな感じに変形して、別編成の287系の車両と連結させて走行させることが想定されてますね。これはなかなかユニークなギミックになってます。今回のラインナップの中ではなかなかマニアックな車両ですね。で、一度外しまして、通常の3両編成にしてみましょう。はい、こんな感じになってます。287系の雰囲気がいい感じで出てると思います。
それにしてもこの交尾車の連結パーツのギミックが素晴らしい。これはぜひもう1編成欲しいですね。では残りのストラクチャー見ていきましょう。まずは風車ですね。結構パーツいっぱい入ってそうです。おお、なかなか素敵な感じ。中身は3つのパーツに分かれていて、では組み立ててみましょう。まず土台に風車の本体を差し込んで、でここの部分にはしごのパーツを差し込めば、はい、これで簡単に風車の完成です。これはいいです。今回ニューって書いてなかったんで新しくはないんでしょうけど、僕このストラクチャー持っていなかったんで今回の登場は嬉しいですね。にしてもすごい、本当に作りがいい。これなかなか当たりのストラクチャーじゃないでしょうか。でこんなにね作りがゴージャスなのにしっかりとねさらにゼンマイがついていて、このゼンマイを回すと、おおはは、なかなかリアルな風車になっております。いやー素晴らしい風車でしたね。で続いてのストラクチャーは鉄橋ですね。鉄橋はよくあるおなじみのやつですかね。パーツは1つ2つ3つ4つです。では組み立てましょう。まずこれとこれをこんな感じで差し込んで、あとはレールのパーツに差し込むだけで、はい、出来上がりました。もうこれはおなじみですね。今回は色違いの別の商品もあるみたいです。長さ自体は直線レール1本と全く同じ長さになってます。ではストラクチャー3つ目は山レールです。これもよくあるやつかな。あ、今回は牛のフィギュアがついてるみたいです。パーツ構成は山とレール、そして牛のフィギュア。はい、牛さんをまず見ておきましょう。こんな感じです。なかなか造形リアルにできていて、これはいいですね。色もしっかりと塗り分けられてます。でレールもレイアウトに合わせてお好みの方向で差し込んでしまえば、はい、これで山レールセットの完成。さっきのね風車と鉄橋とすごく相性が良さそうなストラクチャーですね。そしてラストはマガレールです。はい、もうこちらはおなじみ。パーツがかなりいっぱい入っていて、今回は青色の通常のカラーですね。組み立てもおなじみです。もうパチパチとこんな感じでくっつけていって、はい、こんな感じで曲がれる完成です。いつもながらくねくねしていて、いろんなレイアウトに使用できるんで、この曲がれる最近はね市場にラインナップされることが多いんですけども、結構使いやすいんでありがたいです。はい、ということで今回はカプセルプラレール遊びに行こうリゾート特急編全16章を紹介しました。いや今回はねついに JR 九州のアソボーイが登場したんですけども、ちょっとね一つ目でいきなりびっくりしましたね。あのトラブル、まさか止めのネジがついていないとは思いませんでした。まあ皆さんはね多分大丈夫だと思うんですけども、もしね先頭車が出た場合は一応は気をつけてみてください。もう一度見ておきますが、本当にデザイン的にはねなかなか素晴らしい再現性になっていて、これはぜひねこの機会に手に入れておきたいところですね。非常に作りがいいと思います。ただそれ以外も本当に負けておりません。久しぶりに登場したねこの湯布院の森もなんか気持ち僕の中ではパワーアップしたような気がします。で287系も交尾車のギミックがあったり、あと島風の独特な形もいい感じで再現されてましたね。さらにストラクチャーもこの特に風車なんて、これもね今回本当に押さえておきたいところ、これは本当に可愛いです。なかなかね出てくる機会もないんで、あとトーマス系のカプセルプラレールとかも相性良さそうなんで、ぜひ手に入れておきたいところです。それ以外のストラクチャーはまあ山レールだったり鉄橋だったりマガレールだったり、割とねラインナップ的には普通なんですけども、今回全体見渡してみるとすごくね車両とストラクチャーが相性がいいなっていう印象を受けました。今回は僕ネットショッピングでコンプリート買いをしてしまいましたが、ちょっと風車のストラクチャーとかもう少し欲しかったりするんで、またね回していろいろとチャレンジしてみたいと思います。ではでは今回はこのあたりで、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、ごきげんよう、バイバイ。